はい、おはようございます。自分村人ジェネでした。塩はないです。で、4番さん、5番さん、そして皆さん、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、そうですね。さっきはイボジだったんですけど、今度はイボジになってしまう。はい。うわ。誰だよ、これ。まもなく、ゲームスタートです。身分を確認して、いやー、キレイジマジうぜーわこいつ。はい、村人陣営です。占い使用します。5番さん占って使用でした。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。かわいい。5番さんの占い師把握しました。私使用します。占い師です。え、もう4番さんこれ真っ黒ですね。私目線だと狂人ですかね。狂人か真っ黒はありえないと思うんで。4番新寄りやな。募集してからしっかり黒い位置とか上げたいと思うんですけども。どこ占ったんだろう。4番さんが言った通り、6番さんルームマスターでしっかりルール説明もなしにちょっと始められてしまったみたいで、ちょっと混乱しますよね。ルール説明ぐらいはちゃんとしてほしかったですね。いや、占い結果どこプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分村人ジェネでした。塩はないです。で、4番さん、5番さん、そして皆さん、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、そうですね。さっきはイボジだったんですけど、今度はクリジになってしまう。はい、まあ、2周目後半どうなっていくか。もう入ってくるなやつぎ、頼むぜ。お願いします。頼むよ、6番。あ、すいません、こんにちは。4番さん、5番さん、占い仕様を把握しました。あれ、5番さんの占い結果ってどこでした？ちょっとよく聞こえてなかったんで、よくわかんないんですけども。ごめんなさい、把握漏れだったら申し訳ないです。出してない。ちょっと発言と、ちょっと、8番さんしろ。あ、8番さん。9番。のプレイヤーは発言してください。はい、まず5番さんは新芽に見えない。占い結果を言わない占い師っていうのは自分はありえない。声でかい。5番さんは新芽だったで、6番さんはそこに突っ込まなかったのでサイクロ1なので、6番さんは完全に釣り1。まあ、5番さんちょっと新芽薄いっすもんね。で、ちょっとまだ僕あんまり考察できてないんで、2周目でちょっとできたらと思います。はい、おはようございます。私から占い仕様はありません。なので、グレーの考察に入るんですけども、一番印象良かったのは8番さん、9番さんだよね。多分どこからどう見ても良かったと思います。8番さんに関しては全員のグレーの精査をしてたところが良くて、9番さんに関しては、黒位置を上げたところが良かったかな。どっちかというと僕は黒位置上げる人が好きなので、9番さんの方が一番白く見えたかなって印象で。で、7番さんに関しては、5番さん占い師言ってないところを突っ込んでたんで、まあまあまあ、6番さんと7番さんを比べると、7番さんの方が良かったよね。1番さんに関しては考察がなかったんだよね。6についても何もないし、逆に7、8、9についても何もなかったから、これ6、1だね。今釣りたいのは6番と1番。5番の新芽が下がってることは、言わずと知れずって感じですね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。4番さんと5番さん。占い師をしたの分かりませんでした。ごめんなさい。謝ることに必死でした。ごめんなさい。自分ね、役職あるんですよ。うん。ハンターか狩人、どっちかな。分かんないね。うん。まあ、役職あることだけ言っとくよ。うん。釣らないでほしいな。そこだけ。うん。まあ、1番さんだね。まあ、自分的に1番さん釣ろうかなと思ってます。7番。これどうなんだろうな。これ6番嵐なんだよな。ね、これ8も嵐ですからね、皆さん、これ。うん、メタとかそういうの関係なしに、これもう普通にふざけてるけど、8番。2周目発言聞いて、なんかね、1番ね、まあ、8も考察伸びた、9番さんも、考察伸びてたんですけどね、2がすんごい便乗なんすよね、8、9の。2番すんごい怪しいんだよな、発言伸びるけど、ここ黒だったらもう、正直、村負けちゃうかなって感じなんですよね。まあ今日は、さすがに6の役持ってるかわかんないですけどね、これ。持ってたらだるいっすけど。
まあ今日はどうなんだろうな、6サイクロだけれどもそのラインが見える1番をまあ釣ってもいいかなって感じですね。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まず役職に合わせに自分はムラリがないと思ってるので既に6釣ります。6がハンターなら出るべきだし、狩り、俺は太鼓は出るべきだと思ってるよ。シンがいるならね、出ないんだったら釣らないわ。シンが潜伏してるんだったらそれはシンが先般ってことでいい。じゃあ6釣らないってなると、6が本当の狩りだった場合って、今6は1を2ヘイト向けたよね。で2が1、6って言ったのかな。3番は絶対自分は今のところ現状一番白目に置いてるから、 1,2 はちょっと発言決めて聞いて決めますが、どっちかには投票しようかなと思ってます。以上。2位黒いんだよな、マジでほんと黒いんだよ、便乗中なんだよ。おはようございます。ちょっと待ってください、僕下流度なんですけど、ちょっと待ってください、マジパニックってる。これ難しいな、これ7番さんとか8番さんが、あ、違う、8番さんが言ってることを、ラインが見えないと、一応僕もあんま分からんでですね、そのラインが。でもまあ、今、狩人って6番さんが言ったから、もう6番さんも確実に人外の方だと思ってるんで。これむずいな。そうなんで、僕はもう今日は6番さんに入れるんですけど、本当にごめんなさい、ちょっと考察が本当伸びないです。はい。で、ちょっと7番さんが言うその2番さんとかのやつもまあ本当に怖いなって感じですよね。本当にごめんなさい。炙り出したね、炙り出したね、狩人を6番は。うん、まあちょっと難しい場面になったんですけども、6と1俺両方叩いててどっちかに人狼がいるっていうことだから、俺は片方出し切れてるんだよねっていうことをまず考えていただきたくて、俺は1個気になったのは7番が俺を殴ったんですけども、俺は6か1って言ったんだけど、6殴りはみんなしたんだけど、1殴りは俺は唯一最初にした1だから、ラインがあるなら7、1じゃないかなとか思うんですよね。うん、で1が本当に狩りならもっとがっつり6釣りをしてもいいかなと思ったんですけど、ほら、2番だよ、これほら。なんか弱気だったから。2番だよ。6と1、6全然村めないけど、俺、新狩り見るなら6なんだよね。いないよ。投票を始めてください。あれやん。オラじゃないべ。2は人狼だな、これ。カリウドでしょ、1番。6番のプレイヤーが選ばれました。7番の魅力下げてほしいな。7番の魅力下げてほしいな。ハハハハハ、おい、いやー、狩人じゃないのか、これ、一番。はい。今日は、黒を見つけちゃいました。二番さんらなって、黒が出ました。で、ヤンマさん釣られたのは本当に真だって思われてて、噛まれたっぽいですね。私が本当に真の占い師なんで、ここ信じていただければなと思ってます。今回さんは二番さん釣りで行きたいと思ってます。いや、すごい思考ロックが入っちゃってですね。6番ね、人狼だと思ってたんですよ、ずっと。いや、マジか。多分これ、狩人でしょ、本物。でって、1番、守るとしたら4番守んなきゃダメなところで、これ、やばいな。もう、ちょっと4号の芯、どっちかわかんないですね。はい、まず今日は1釣りしかありえなくて、で、4番が真の場合、5番が狂人だから。で、5番が真の場合は、16に狼、2が狼で、もう狼ちら透けている。だから5は仕事がない。
うん、で7番は5釣りをしてたけどそれがよくわからない、6を釣っている以上1を釣るしかない、まあ、6がリア級で村語りしている可能性もあるが普通に考えれば1、6に狼だと思っている。4番に狼がいる場合、1、6どちらかは、神と村、4が狼の場合は5が神で5は2番に黒見てるから1、6どっちかはリア級になる。なんかさ、もうこの時間よくこんな頭回るよね。すいません、本当にごめんなさい。僕ちょっと4番は守ってくると思って、その噛まないと思ってですよ。9番さんが一番僕から見ても白かったから9番さん守っちゃったんですって。本当にここは申し訳ないです。いやーこれうまいよな一番。僕的にまあ4番さんがやっぱ真だったんなら。まあ、5番さんの囲いの8番がやっぱ僕からしたら一番黒いのかなと思いながら、ここでなんか分かったのかなっていうのはちょっとありました。おお、2番のプレイヤーは発言して、まあ、5入れても1入れても一緒でしょこれ。1番さん出現しましたか。今4番さんは守ってくるかもしれないって今ポロッと言いましたよね最初に。これって人狼側の意見なんですよね。守ってくるかもしれない、やっぱり6番さんが芯でいいんじゃないかなと思ってて、私目線は5番の芯はなくなったんですよね。だから4番芯決定で5番強靭確定なんですよね。4番5番占ってるから、だから俺は今日5番じゃなくて1番釣りでよくて、で1番ってやっぱりラインあるの7番だと思っていて、理由を言いますと、俺が1番を殴って2周目初日の話なんですけど7番は俺を殴ってきたっていう点が一つと、もう一つは今日7番が5番に行きたいって言ったのは多分7と1が人狼だから今日5番から行こうっていう風に言ったんだと思います。でもう一つは1番が8が黒いと言って7に触れてないっていう点ですね。この3つから考えるとやっぱり7と1が人狼かなと思ってます自分は。1番のプレイヤーが選ばれました。語彙力はあるけどさ、1番のプレイヤーは発言して、語彙力の問題じゃないからこれ。本当にやりました本当に、うん、うわマジか、ごめんなさい本当にごめんなさい。うわあもう何も言えんです。セオリー通りとか嫌いなんだよな俺。すいません感染してきます、ちょっとリベンジしたいですこれは、うん、すいませんでした。いやこれさ、これ聞いてさ人狼だと思う。昨夜死んだの。なるほどね。八番。うん。7番のプレ。これ昨日のこれ五釣り？うん。一釣り？どっちでもよかったんじゃないですかこれ結局。でやっぱりね一番さんの発言的にね、いや絶対カリウドだと思うんだよね。もう思考ロックしちゃってんだけど、やっぱり2はもうサイクロ。もう本当にサイクロ。もう意味がわかんない。でも、今のね、発言聞くと、3がね、また2叩き、2がね、3叩いて、3が2叩いたからね。いや、9は多分もう真っ白。うん、この2、3のどちらかにいるとは思うんだけど、どっちかわからない。わかんないなまあ、4と5のシーンとかもうどうでもいいとして。いや、どっちかわかんないなでもね、カリウドのところがちょっと引っかかってて、これ6が本当のシーンで1が人狼の線も追ってるみたいな。人狼かもしれない、1が人狼かもしれないって、2がね、6をかばった気がしたんだよね、1周目の時。そこがすっごい引っかかってんすよね、僕の中で。なあ、26のラインがうっすら見えたかなってずっと思ってたんですよ。な絶対に黒いんだよな。でもなんか3がな、ちょっと3も怪しいけど、これ2、僕はね、僕残ったら2ぶち込みますよ。今日は5を入れて、まあ明日生きてたらもう2ぶち込みます。もう思考ロックはもう外せない。5番のプレイヤーが選ばれました。昨夜は誰も死にませんでした。うん、現状疑ってるのはね、7番のね、昨日の発言めっちゃ白く見えたな。だってね、カリウドを新ロックする意味がないんだよ、狼って。で、3番が昨日発言位置3人目で、7番を強く黒押ししたら白く見えるなと思ってたけど、そこで2に揺らいだのもちょっと。そうそうそう、2、3がね。追加しよう。
だって通常に昨日のルートで進行すると多分7番に票が集まるから、だったら7番は1人噛んで1人抱き込む方が楽じゃん。うん、だから7は噛みたいはず。うん、噛まない選択を取るのは2、3にしか見えないんだよな。噛むもん多分。なるほど、なるほどね。噛まないか7番さんが、そうですね、7番を怪しんでいる方が多かったから、それを一つでも減らしたいから、7番が人狼だったら噛むっていう9番の推理は、まあ7番が白くなる一つの理由としては確かにあるんじゃないかなと思うんですけども、俺はね1番狩りは見てないんだよ。うん、4番を守れなかった1番の新狩りを俺はごめんだけど全く見てなくて、5番のシーンもな、あの皆さんに説明するとないんですよね。これも6狩りが2人出てて対抗がいて、5番はね昨日の発言思い出してほしいんですけども、7番さんの発言があんまりよく分かんなかったから占いましたって、もう5番目線人外全部出てんだけどって話で、5番のシーンはないんですよね。だから4番シーンしかなくて、となると4番シーンだった、シーンだったら情報が落ちてない。7が黒い要素は俺は1ラナを見てたからね、1ラナラインなんだよね要は。で5番釣りを行ったところっていう点では一つで、3番は黒いって見えたのは8番紙が入ったからっていう点で、いや、2黒だろこれ。3番は割と過剰反応だったっていうのは確かなんだよね。確かに7番、7、2ですごいやり合ってたんだよな。それで7、いまだに2番って言ってるから、これ狼そんな思考ロックするかっていう話なんだよな。もっと分散させると思うんだよな。何この双子これだから、そうですね、なんか確か白く見えてきてる。だったら2番さんしかないよな。9番さん間違いなく白だと思うんだよな。もう2番さんしかないっすね。7番、僕が人狼だったら2番は噛むでしょ。うん、もう関係なくね、2番は噛む。うん、で僕この噛まなかった選択肢を取るっていうことは、なぜかというと、まあ、2、3、9の中でバーン殴って3を黒くする方が勝ちやすい中、分散させるために僕をね残したんですよ、わざと。もう僕はもう初日から思考ロックしてるんで、もう2番さん入れますね。うん、で3番さんが狼だった時に絶対9番さんを噛む。うん、なぜかというと、もう僕は2番さんサイクロサイクロって言ってるんで、で3番さんが狼だったら9巻で僕が2入れて終わりなんですよ。だからめんどくさいことしないと思うんで、3番は多分2なんですよこれ、多分人狼マジで。投票を始めてください。さよならバイバイ。ほらじゃないべ。さよならバイバイ。して2番はいのプレイヤーが選ばれました。どうだろう、ゲーム終了。いや、1、2、いや、マジか、アップね。